ちは。こんにちは。はい。今回は島に来ました。はい。はい。一泊二日の島の旅。島の旅でございます。はい。何が釣るか分かんないですからね。でも何が釣れるか本当分からんよ、はい、今回現段階こっち方面、はい、なかなか厳しい状況だと。そうですよね。なんか最近ちょっと釣果があんまりよろしくなかったですもんね。ね、はい、本当に。で、まあ島に渡ることになったのですが、はい、どうなんですかね。うん、まあ、初めて来た、初めてまあでもここだったらやったことあること、うん、それとやれそうなことをやっていくしかないでしょうね。はい、まあ、ちっちゃいかもしれんけど、とりあえずイカの、まあ、調査みたいな。うん、で、まあ、ここでちょいちょいちっちゃいのが釣れたにしても、ま、持って帰られるにしても、もうちょいしたらもう一回来れば、ね、秋イカシーズンで、うん、ちょっとデカめのが釣れるかもしれない。はははは、ほんと釣れるやつ、ちっちゃい魚でも、まあ、持って帰れるアジなんかとか、根、はい、魚とか、はい、そういうのも視野に入れてやっていきましょうかね。はいはい、やっていきましょう。はい。はい、じゃあ、レッツゴー。おみなさんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。さあ、到着でございます。ほい、あ、なんかおるっすね。スズメダイ。さっきやっぱ干潮でずっと上がっていきよる。うん、あ、なんか潮が動き始めてるんですね。海のあれはいいかもしれないね状況的には。でもなんかちょっと濁りの、なんかもっとここ水きれいやったような記憶があるけんですね。きれいかったよね。来たことないってさっき言ってたじゃないですか。初めて来た。かすみかと思ったな。でもこういうロープの下とかにちっちゃいイカとかよういますもんね。まあ目に見えてることが全てじゃないですから。見えないものを見落として望遠鏡を覗き込むこともあります。踏切にまた行くかもしれない。いっぱいいますよ。でもうわ本当だ。その下になんか風を避けてこっちになんかアジとか入ってきたりしてないですかね。はい、本当だね。あ、青い魚が多い。よし、というわけでじゃあ最初はおいかちゃんを、はい、はい、デコの出すか。ていきます。はい、そろそろもうでも秋イカのシーズンですからね。いい風で軽く振っただけで変わらないと思うね。どっちがいいかな。そこと湾内か。湾内から攻めるか。漁港内ですね。湾こっちに投げても湾内。湾内、あ、外に投げても湾内。湾内、うん、ものすごい流されてますね。だってもうエギ横から来よう。風と波とで。綺麗に取れとることはバテンですね今。何の反応もないの。なんか引っかかってきたら取って。アコーでもいいけどな。うん。贅沢ですね。確かに贅沢だ。だって俺前エギでアコー釣ったもん。うん、過去2回ぐらい釣ったんじゃないですか。これなんかでも狙い変えてもいいんじゃないですか。ね、イカ以外にもなんかいるかもしれないですからね。イカ釣れるときは早いもんね。うん、今日塩の方かね。なんでだ。えらい塩の方か。方かって感じた。はい、なんて感じたいですか。結構重かなって一緒やないですか。いいじゃないこと言おうかな。はい、完成。ゲームしましょうかね。ちょっと俺ガンビットスケン、ちょっと頑張ってください。おーい。待てー。待てー。もうちょっと
顔ばアップにしとって、そしたら、あ、ごめんごめん、そうごめん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 来られたら恥ずかしかった言うた通りしたばってなーもついてきよもう耐えよ。 15g のライドのティックに大きめの針、はい、ビッグバッカーのスライドスティックですね。そうじゃあ僕は、はい、ラスパティンの針なし。釣る気ないじゃないですかちゃんと釣るようにちゃんとしてください。そうさん、そうさん針つけてきます。そうさんそんな僕いらないでちょっと真面目に釣りしてください大きさ、なんだなんだなんだ、おいしょおいしょ、でかいいい加減にしてくれよ。ちょっと上がってきた時なんかうなぎ的な、アナゴ的なやつかなと思ったらただの太い海藻でした。外だ、はい、でもそっちの方がなんかしら反応があるかもしれない。いろんなとこでもやっぱ手前からするんですね。今って何やったの？え？なんか来た？そっちからさ。うわ何やったろう。え？コングラジュエントのそっちから2匹ブワーってボラじゃなかった。え？何やったか。ブレッドって感じで見えたら。なんだったんだ。うわ。昔の炭しか残ってもおらんもん、はい、最近のっぽくないですもんね。ないね、多分イカ釣れようなんてやろね。今日は中部でもいいよなんでもいいよ。間違ってシイラとかのこう回り込んでこんかな。ですね、ね。シイラ関数釣れたらどうするもう歴史的大発見でしょ、ね、とりあえず食いましょうよ。食べていきます。何の魚やろね。なん白身なんですかね。わかな。白身やろうね。白身っすかね。場所変えてみるか。そうですね。さすがに。いろいろ移動してやってみるのもいいですね。ちょっと移動して。はい。日暮れまではね。そうですね。ちょっと夕間詰めに向けてなんか場所探すみたいな感じがいいかもしれないですね。うん。地味なことですが。このラストで移動します。はい。移動。どう場所を移動してきました。ちょっと浅めの。今日はうん、めっちゃいい。ちょっとここ足が高いんですが、ちょっとここから投げてみます。はい、お願いします。だいぶ根が荒いですね。こんなところはね、いいはず。おお、ナイスです。なんだなんだなんだ。何ですか、寝たかないですか。寝たかないと思うよ。なんだなんだ、お、来た来た来た、なんだあれは、なんだこいつ。大丈夫だと思うの、行きます行きます。はい、ぴょーんぴょーん。お、なんか先っぽいやつ。笛吹き、違う、なんだこれ、なんだっけこれ、なんだっけこれ、これ横筋なんとかみたいな。横筋笛台、わかんないです、わかんないです。適当に横筋あったから横筋って言ったけど。バラさん、うちに上がりてぇ。もしも、もしもがあったら。こいつ、やったー、ナイスです。やったよ。なんすかこれ、マジ。よいしょ。なんだこいつは。やったー。まあ、謎の魚ゲット。謎の魚ゲット。食べれるやろ。うん。顔でかっ。なんか、濃いみたいですね。ね。ヒゲ生えても、ヒゲ生えとらんばって。なんで嘘ついたんですか。もうじゃあこれとりあえずキープしましょう。そうですね、はい、全然多分食えるんじゃないですかこれは。ねえ、食えるやろ、うん、食えるやろ。でも1投目から来ましたね。1投目から、うん、来た。ああいうところはね、やっぱ絶対魚はおるもんね。うん、ナイスです大丈夫大丈夫。わあ、ついたついたじゃなかです、つけたと。
ックしたら。はい、では。はい。はいだ。まあまあ引いた。お、来た。ナイスです。まあまあ引いたやつ。一緒か、一緒か。え、まだついてる、ついてる、ついてる。なんだ、なんだ、なんだ。同じやつか、同じやつか。同じなの。結構暴れてますよ、また。同じですか。何が増えた。同じ。おー、ナイスです。しかもプックプク。はい。なんだこいつ。こいつなんだ。2匹目、はい。しかもこれが正真正銘、本当の上顎がポシじゃねえ。ポシですね。ど真ん中。ってますね、おど真ん中エロくないけど ただこんだけ釣って食えなかった、ねね、あったらちょっとあれなんでちょっと調べようか、はい、ちょっと宗男さん戻ってくるまでに、うん、ちょっと調べてみましょう。調べた結果、はい、糸笛吹き、糸笛吹きですね。こいつですね。味は三つ星おお、美味しいんですね。段階に普通普通こいつで買って食べれる。はいはい、じゃあこれ連発するんじゃないですか。連発させとこうじゃあもうそうしよう、はい、そうです、もう死のもの言ってらんねえ。こうしてこうしてバトンタッチやったぜ。はい、あのね、メッキの時はね、はい、パターン見つけたとか言ってね、はい、これ釣れないもうどこでもいいですか。どこでも、あ、どこでもじゃねえな、真正面、はい、あ、あ、オッケーで、で、はい、もう普通に沈めて、それからシュンシュンってシャンシャンってしよったら俺は来た。ほらねね、ほらほらゆっくりゆっくりゆっくり、手前がね、ブラーンって奥に入っていこうとすけん。よし、もう一回よし、おいしょー、ナイス。ほらこっちに歩いてきて正解だった。おお。テトラで向こうまで行けないのでズームイン。おめでとうございます。おめでとうございます。ナイスです。そいつは持って帰りましょう。あ、ちっちゃいよ。あ、ちっちゃい。あ、じゃあリリースで。よっしゃ、来た。お。おいわ、次はなんだ。おおお。フグ。フグ。フグもいます。ズームイン、はい、ズームイン、はい、ズームイン、おめでとう。ございます。そいつはキープで。おしこれはリリースで。はい、こんにちは。何の釣れよっと、なんか糸笛吹きとかいう、糸吹き、糸吹きやから。あ、なんだ、大物は釣らんとか。大物のおらんですもん。ここでは大物は怖いよ。こっちの朝、平場さん当たるよじゃん。おや、あ、あんたであれか、杉岡さんか。そうです、そうです、そうです。おー、魚もう釣り上げてしまうな、あんまり。いやもう見てくださいよ、そんな釣り上げてしまうこと釣れおらんです。見てるのばっかりちゃっか、動画を見れば。いやもう入ってあれ、テレの向こう側がよくある。あー、まあ、ちょっと向こうが、あの、釣り人の、お、やったー、何それ、何それ、なんそれ、放線棒、なんねえそれ。おー、ナイス、ありがとうございます。これ食べれるとですか。食べれるって、はい、放線棒、放線棒、でもちょっとちっちゃいですね。うん、逃がします。はい、地元の人は答えて釣り合いしてるぞ。地元の人はこの辺で釣りをしないようですね。全然このとこはバン言われてもわからんもんだって。場所の、おお、ナイス、ベラか、やったベラ、おお、次はベラ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ベラも逃がしますね。おい、いや、やっぱキャンピングカーでこういうとか、キャンピングカーでは今回来てない。イカとかはもう全く釣れようなんでしょ。イカはもうやりよう。あー、やっとかかった。お、ナイスですよ。はい、どう、お、おめでとうございます。おっと、はい、おめでとうございます。これで3匹、ようやくあの人数分のご飯が確保できましたね。あ、ムツが釣ってるのかな、港でムツ、ムツ、ここムツ、あ、釣れるんすか。釣れるよ、それで、あ、それでやってるのかな。ムツ楽しかもね。はい、おーおー、あんたとこが出られ釣れるよ。いやいやいや、そんなもう
ちょっともうちょっとやってみて、ちょっと移動してみますか。ちょっとムツ狙いましょう。ムツね、俺はムツが曲がって食べるとき、ムツ釣り行きます。3匹、とりあえずあの糸吹きやったっけ、はい、は3匹確保したので、また違うのを狙っていきましょう。はーい、はーい。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。